全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の宮里です。私たち全国障害年金パートナーズは結構な頻度で YouTube に動画をアップしています。初めての動画投稿から5年ほど経っていますが、動画の総数は1300本を超えています。最初の頃は誰も見てくれず、チャンネル登録も少なかったのですが、少しずつ動画を見てくれる人が増えてきました。今ではホームページやブログを見る人よりも動画を見る人の方が多いくらいです。チャンネル登録者数も順調に増えていたのですが、先ほど YouTube の管理画面を見ると3000名の大台を超えていました。こちらがその証拠です。ここまで来れたのもいつも応援してくれるあなたのおかげです。ありがとうございます。とはいえ、大物 YouTuber であればチャンネル登録は100万人を超えているので、私たちの3000名というのは少なく感じるかもしれません。でも障害年金をサポートしている社会保険労務士の中ではダントツなんです。せっかくなので YouTube で障害年金のサポートをしている社労士事務所15社のチャンネル登録数を表にしてみました。ちょっと嫌味に聞こえるかもしれませんが、私たち以外の社労士さんのチャンネル登録者数すべてを合わせても2235名なので、私たち全国障害年金パートナーズのチャンネル登録者数に届きません。それくらいの差があるのです。今後もいろんな動画を発信していきますが、うつ病で障害年金を受けたいと考えている人にとっては必要な情報のすべてがあるはずです。うつ病の障害年金の手続きはとても大変ですが、自分で手続きしたいという人はうちの動画を参考にしてください。一方、自分で障害年金の手続きをするのは難しいと考える人は、障害年金を専門にしている社労士に依頼してください。ただ社労士の実力もピンキリですので、誰に依頼するかはじっくり考えてくださいね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。